そのあたり、うん、この辺まで結構張ってるかな。今ちょうど首と肩の境目、ね、で、そういう荷物持ったらこの辺も来るでしょう。あ、その筋すごいな。これね、硬いのがいる、ね、どうします。おお、なんか血が流れてる感じ方。失礼します。どうしたんですか？ね、重い荷物持って、うん、首と肩あたりが、肩かな、結構左肩が辛いです。左肩、どの辺ですか？ああ、そのあたり。うん、首と、なんだ、首寄りの肩って感じかな。うん、そこ。こっちは？うん、あそこの気持ちいい。ああ、そことかも。荷物持って辛いの？そう、荷物ね、重い荷物、買い物。じゃあちょっとあれだね、この辺とか背中と、うん、腕とかもやりますか。ああ、とりあえず楽にしてください。お願いします。了解です。ちょっと腕とか背中もやりながら肩ほぐしてきますね。はい、お願いします。あ、すごい気持ちいい ね、なんか自分で自覚してるところとね、押されるとちょっと違いますよね。はい、すごい。この辺まで結構張ってるかな。もうね、無理しちゃいけないですね。いい年なんだから。そうね、思ってるほどね、体がついてこないのでね。ああ、そのなんか言わせ、やっぱ気持ちいいね。ああ、いい感じ。おお、おお、響く肩甲骨。うん。どう？ちょっと痛い感じ？いや、いい刺激。いい刺激。もうちょっと、ほどほどにしときますね。はい。多分。そう、もう押してほしいって思っちゃう。ダメなんだよね。そうそうそう、傷んでるからね、今筋肉が頑張りすぎちゃった後なので、その痛みよりも強くしちゃうと余計炎症起こしちゃうんで。あ、昔はそんなのばっかやってたな。どうにかなると思っちゃうんですよね、辛いとね。なんかね、痛みをかぶせる感じ、うんうん、上書き保存、上書き保存。でも次の日はまた戻ってる感じ。そうね、余計だるくなっちゃったりして、まあ、紛れるのは紛れるのかもしれないですけどね、ちゃんと体いたわってあげるんだったら強くしちゃダメかな。ねえ、本当こういう風なのをつけてから本当に実感するようになった、うん、だんだん分かってきますよね、自分にとってちょうどいい加減が。強さにね、こう強いのにばっかりこう慣れちゃうと分かんなくなっちゃうのでね。あ、気持ちいいな。今ちょうど首と肩の境目、そう、このぐらいがいいんだよ。気持ちいい。おー、どっちがいいですか、こう静かに押されるのと、うん、押してちょっと揺らす。ああ、揺らしの方がいいな。揺らしの方がいい。いや、静かは静かでいいんだけどね。うんうん。今日はこっちの気分。今日はこっちの気分。うん、
構きついのかな。確かになんか疲れてるっていうか筋肉負担かけてるのでガチガチとは違うんですよね。あちょっとこれを、ガリガリやっちゃうと大変なことになっちゃう。なのでちょっと周りもやりますね。はい。そうそう、この間ね、そういえばさ、駅前のマッサージ行ってきたんだけど、この度に肩が辛いって言ったら、肩ばっかやんの。辛いところやってくれたんですね。そうそうそう。なんかね、肩の膨らんでるところばっかりやって、ね。この辺？そうそうそう。そこの例えばさ、肩甲骨のあたりとかやってほしいとかさ、だから前、腕がいいって聞いたことあったから、肩が痛い時があって、だから腕もやってほしかったんだけど、肩ばっかなのに、あれ何なの一体。なんでしょうね。なんだろう。辛いところやるっていう風に、なってるのかもしれないですね。こっちは指示しないといけないのかな、全部。肩5割とか、肩甲骨2割とか、言わないといけないのかな。そうね、最初の5分はここやって、次の10分でここやってくださいって。そうそうそう、そろそろ変わってとかって言わないといけないのかな。それでマッサージチェアでいいじゃないですか。そう、マッサージチェアはやっぱ優秀ですよ。優秀だね、ちゃんとプログラム組まれてるからね。腕の付け根響きますよね。ねえ、それに荷物持ったらこの辺も来るでしょう。もうちょっと聞いてくれるといいですよね。肩って言ってもね、微妙に肩の場所も違ったりするので、押されててさ、気持ちいいところと、ね、そうでもねえなっていうところもあるから、それ一応表現してるんですけど、顔にね、聞くって言うから余計やってくれるんじゃない。聞くっていうところをね、いやもういいんだけどなと思いながら、ね、やっぱり言いづらいでしょ、ね、やってくれてるからさ、そうね、もういいよそことかって言えないしさ。そうですね、言えないね。でこっちがね、もう何千回って受けてるって知らないから、本当はね、はね、セラピストの方がね、女体触ってるわけだから、ね、提案しないとね。そう、そんな風にして先生方を教えてあげてくださいね、ほんと。その筋すごいな、これね、硬いのがいる、ね、痛すぎ。いや、なんかね、いい感じの刺激、なんか慢性化してる感じかな。結構ゴツゴツしてるので。この間もやってたら五十肩の影響もあるのかな。だいぶ動くようになったんですよね。その代わり固まった。五十肩。まあね、無理して使ってるからね。可動域が狭くなった。まあ、動かない、ならないようにね。はい。気持ちいい。そこ気持ちいいよね。腕ちゃんとやってくれると本当に気持ちいいんだけど。そうなんですよね、腕結構ね、なんかさらっとだったりする ね。やっちゃう人多いけど、腕ってマジで気持ちいいと思う。でも私も働いてる時の腕はささっとでした。やっぱなんかその辛いところやさはいっぱい触ってほしいんじゃないかなって思うので、たっぷり時間があればね、ちゃんとやれるんですけど。腕とかたっぷりやるって言ったら、どのぐらい、全身も含めて90分ぐらいやっぱりですよ。90分は欲しいですね。そうだよね。治療だったらね、もうちょっと短くできる先生もいるんでしょうけど、なんかこう、リラックスできたっていう、ね、中でほぐしていくんだったら90分は欲しいかな。
だって全身60分じゃ足らないっていう人多いもんね。結構慌ただしいか、あとはサラッとになっちゃうかな、ね、っていうのは、うん、なんかね、受けてあんまり受けてない人は60分で全身やってくれるのが当たり前だろうなって、ね、思う人もいたりとか、ね、1時間も長いって思う人もいますからね、うん、でもセラピストに大体聞くと60分じゃ足りないって、うん、ほとんどのセラピストは言うよね。そうそうそう、ね、さらっととか、まあね、メリハリつけてできなくはないけど、できたらもうちょっとね、時間欲しいなっていう感じ、うん、ちょっと緩んだの分かります。緩んできた、ね、刺激がね、まろやかになってきましたね。ちょっと押します。おお、なんか血が流れてる感じ方、ね、ああいい感じ。おお、刺激全然変わってる。うん、うん、いい感じ。なんか、うん、まあ、全然違う、動く、うん、そっか。でもそこへ体感があったら、あ、腕やった方がいいのかなって思うのかな。ちゃんとね、腕やってくれる人に受けてもらう、受けて、ね、体感したら全然、うん、腕やってくださいっていう人多いかもしれない、うんうんうん、やっぱセラピストが 言うべきですよね、うん、提案して、まあ、やるやらないはもうしょうがないけど、うん、お客さんが決めるから。でもね、可能性としてとか、こういう選択肢もあるよって言ってあげられたらね、うん、これ腕いいですよ、腕、うん、絶対肩これ対してやった方がいい、うん、私ね、こう喜んでくれたら指名してもらえたりね、うん、するから。ちょっとね、あ、全然違うもん、まあ、でもまだセラピストもこういう体感するの大事なんじゃないですか。自分がやってもらって、あ、いいっていう感じがあると、お客さんにも自信持ってできるし ね、 ね、受けてるセラピストはやっぱ上手ですもん。やっぱそうだよね、うん、いろんな、まあ、いろんなとこ行くのはいいわけじゃないけど、うん、まあ、ちゃんとお客さん側になってるセラピストは気配りもできるし、大体前からそうだったな、知ってるセラピストで、うんうん、同じ人は大体受けに行くよね、うん、ね、いろんなところに勉強しに。そうそう、あ、なんかすごい楽になった、うんうんうん、指先までこう血液が流れる感じ、うん、いいですね。ちょっとあれじゃないですか、あのヒリヒリしてた感じの痛みがちょっとね、うん、だいぶなんかね、緩んだ感じしますけど、うん、この明日あたりすごい楽になれる感じがする。おお、いいですね、まあ、そこは目指してますその場しのぎでね、戻っちゃうんで意味がないので。そうか、気持ちいいね、うんうん、まあ、でも日頃の使い方も変えないとね、うん、そうそう、ほぐすのはね、やっぱりなんだ、対処療法に近いのでできることはしますけど、ちょっと体大事にしてくださいよ。はい、ちょっと最後仕上げて終わりますね。うん、もう腕からね、腰までつながってる筋肉もあるので、背中楽になると腕も楽だし肩も楽だし、うんうん、そういうつながりが分かってたらね、ここもやってあげた方がいいかなっていう、ね、そうになるけど、どうでしょう、うん、違う、うん、いい感じ。おお、こっちが気になっちゃったりして、いい感じ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。助かりました、うん、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。